アタックゾーンへ入っていくファーストコンタクトをする緊張をほぐす髪質骨格チェックをする気になるところの指摘をする C の公式 YouTube チャンネルをご覧の皆様、こんにちは。改めまして C の代表の篠崎です。かっこよく始まりました動画ですが、本日からバーチャル篠崎でお送りしたいと思います。このバーチャル篠崎、結構似てると評判でございます。そしてですね、今回の動画は先日オファーいただきました効率よく心をつかむカウンセリングセミナーのフォローアップ動画となります。セミナーオファーいただきましたサロン様、大変感謝しております。そして、いろいろですね、お世話になりました中野製薬の方々、担当の方、本当にお世話になりました。まだまだね、このセミナー、レベルアップしていきたいと思っているので、これからもよろしくお願いいたします。そして、セミナー受けただけではなくてですね、今日から明日から何か一つ取り入れて必ず結果を出していただきたいんです。それにはこのフォローアップ動画を見ることがすごく大切になります。最後まで見ていただいて、ぜひ結果を出していただきたいと思ってますので、お付き合いください。まずセミナーの時に前列の方にいらした方はまだ経験が浅い方ということで、ある程度ですね、カウンセリングをマニュアル化した方が簡単にいくと思います。で、その手順というのが一応セミナーの時にお渡しした資料に書いてあるんですけれども、一応ここでもう一回言いますね。アタックゾーンへ入っていく、ファーストコンタクトをする、緊張をほぐす、髪質骨格チェックをする、気になるところの指摘をする、希望のスタイル、要望確認をする、こうしたらもっと良くなる理想に近づく提案をする、画像による最終確認をする、アフターカウンセリングをする、次回来店時期確認というふうな流れになっています。流れが分かるぐらいになるまで頭の中で繰り返してやってもいいし、メモ用紙とかを持ってですね、一緒にカウンセリング、見ながらカウンセリングしても全く失礼ではないので、とにかくこの流れに沿って、まずやってみることが大事だと思います。で、これでですね、最初、いつもやってる自分のカウンセリングよりも時間がかかるとか、そういったこともですね、絶対に出てきますし、この通りには絶対いかないです。いかないんですけども、そこに当てはめようとすることが大事で、それによって自分のカウンセリングが変わって必ず向上していくと思うので、まずはマニュアルに沿ってそこに当てはめてみてください。カウンセリングの前の段階で売れる美容師像とはというページがあったと思うんですけれども、その中にですね、容姿行動っていう2パターンがあったと思います。その中の行動に関しては自分でよく考えていただければわかると思うんですね。自分がそういうふうにされたら嬉しいとか、まあそういったことを自分がするということなんですけれども、逆にですね、この容姿に関しては美容師さんは非常にですね、難しいです。で、何が難しいかっていうとですね、個性的な方が多いからなんですね。じゃあ個性的なのが悪いのかいいのか、そういうところにもかかってくるんですけども、私が思うに、自分が好きで個性的なスタイルをしているのであれば、それはですね、
プライベートで楽しむべきもので、まず仕事で結果が出てなければ、万人受けするような、おしゃれをしていただきたいなと思うんですね。日本人の場合 80% 前後は同じスタイルというかですね、同じ傾向のものを素敵ですねとかっていう、民族です。ですから、すごく個性的なスタイルをするよりも万人受けするスタイルをした方が指名が伸びる可能性が高いです。なぜかというとですね、この中の資料にもありましたけども、最初の見た目の段階でですね、結構な確率というかです、結構なパーセント決まってしまうんですね。ですから、その一発目の印象として万人受けする格好をしておくのが大切ということなんです。個性的な格好はぜひプライベートで楽しんでいただけたらいいかなと思います。例えばそれがなかなかうまく自分ではわからないということであれば、自分でですね、セルフユニフォームというか、そういうのを作ってしまって仕事の時はこれを着るというものでもいいと思うんですね。例えばなんですけども、白の胸ポケットのある T シャツとか、僕はこれはサロンワークで必ず着ますみたいな、そうするとですね、まあ、洗うのも楽だし、カラーがついても白いのってね、漂白すればすぐ落ちたりとかするのもあるし、例えばその白の T シャツの胸ポケットがあるとかっていうスタイルっていうのは、高い安いとかブランドとかブランドじゃありませんとかっていうのも関係ないじゃないですか。僕の美容師としてのユニフォームですっていうことになるので、 それとですね、それが定着してくると、あ、何々さんはいつも白 T で胸ポケットだよねみたいな、まあ、そういうところで覚えていただける可能性も高いというところになります。それと女性も男性も清潔感ということに関して考えていただきたいんですね。清潔感があるおしゃれということなんです。例えばですね、もう例を出すと本当に申し訳ないんだけれども、ちょっと前のですね、小田切丈さんとか、それから浅野忠信さんとか、まあ、めちゃくちゃかっこいいじゃないですか。だけど、まあ、バチッと髪の毛縛って、もう遅れ毛バリバリ出てて、まあ、武将髭バリバリ出てるみたいな、ワイルドでかっこいいけども、これはですね、美容師向けではないんですよ。なぜなら、清潔じゃないと思われる可能性があるからなんですね。だから、同じおしゃれでも清潔感のあるおしゃれを選んでほしいというところですね。女子で言うとですね、激しい重ね着とか、そういったものもですね、実はあんまり良くないと思います。重ね着って、清潔感があるって意外と思われないんですよ。だから逆に言うとシンプルなスタイルの方がよろしいかなと思います。それからロングの方はですね、やはり髪の毛まとめておいた方がいい場合が多いと思います。それからプロ意識として自分のヘアスタイルに気を使ってほしいですね。で、僕みたいにですね、髪の毛坊主でなくなっちゃうと、まあ、かぶり物とかするしかないんだけれども、そうじゃない方たちっていうのはですね、例えばやっぱり美容師はパーマかけた方がいいと思うんですね。パーマかけてないとパーマ進められないと思うんですよ。例えばですね、巻いてますよって、こうやって巻くんですよって言って、巻いて終わりにしちゃうと巻くだけで本当に終わりになっちゃいます。ただ、いや、巻いてるんだけども、実はパーマをかけてて巻いてるんで一日落ちないんですよとか、まあ、メンズの場合にはパーマをかけてるからボリュームバランスがこんだけ出るんですよとかっていう風にですね、パーマをベースに考えてもらうと、お客様に提案もしやすいし、それから色もですね、カチンってブリーチするのももちろんそれは美容師的には綺麗であれば全然問題ないと思うんだけども、やはり一般の方8割ぐらい やられてる、まあ、普通の OL さんとかですね、そういった方がされてるぐらいのカラーリングをどこかに置いとくっていうのが必要だと思うんですよ。だから今全体染める必要ないので、ポイントですね、ブリーチとかそういった綺麗な色のものをやっておいて、全体的には OL さんとかも OK な色にしておくとか、そういうのもですね、やっぱりプロとしてですね、自分が見本になるっていうところでは大切なんじゃないかなと思います。それとホットペッパーからの口コミに関しての質問もあったんですけども、まあ、実はですね、うちもですね、悪い口コミ
入ることあります。この前も実際入りました。でやっぱ入るとですね、その担当したスタイリストのメンタルがすごくもうやられてしまってモチベーション下がってしまうんですよね。でその口コミに関してはもう本当に美容師側に落ち度があって、まあ、悪い評価来てしまったっていうパターンと、それからですねもう本当に誹謗中傷みたいな当たり屋じゃないですけど、そういった口コミと、まあ、いろいろあると思うんです。で、全てをですね相手の責任にすることはできないんですけれども、ある程度ですね自分がちゃんと誠意を持ってやっていれば、相手のせいにしても僕はいいと思うんですね。なんでこんなこと書いてくるんだよっていう、そういうふうに思っても僕はいいと思います。ただ自分に多少なりとも落ち度があるとかっていうことはですね、しっかりケアして、自分の中でクリアしておかなければいけないです。この前のセミナーの時でもですね、前髪カットに関しての質問で、その方はちょっとこう悪い評価来ましたみたいな話になったんですけど、評価が悪い時のパターンとしてはですね、その技術だけではないんです。例えば前髪が短くなっちゃったって言って、評価が悪くなりましたっていうことではなくて、その前のパターンなんですね。というのはですね、セミナーの時に言ったこの親身感なんですよね。どれだけお客様の親身になって考えられたかっていうところが相手に伝わっていないのかもしれないです。もし伝わっていれば、一生懸命やってるんです私は、あなたのことを本当に考えてるんですっていうのが伝わればですね、そんなに悪い評価来ない可能性もあります。ですからまずその技術的なところ、ちょっとお話ししましたね、前髪カット、前髪カットのところでお話したことの前にですね、お客様にとって親身になってもらってる感、ここをですね、よく考えてもらうといいですね。で、そのよく考えるときに自分がどういうふうにされたら親身になって考えてると思うかっていうところを相手にしてあげるということが大事なんです。だから実はですね、美容師さんって自己中の方の方が絶対にいいです。自己中だと、なんでこの人こうやってくんねえんだとか、なんでこう思い通りにやってくんねえんだとかって自分で思うじゃないですか。その思うことっていうのは相手にできないんですよ。自分がこういうふうに思うから相手にできないから、だから、人の痛みとかですね、そういったのもね、実はね、自己中だと分かるんですね。だから美容師と成功するためにはある程度ですね、自己中になるっていうのはすごく大切かもしれないです。最後になるのですが、このメンタルの整え方っていうのがですね、ファーストコンタクトするときに非常に大切になるんですよ。いつもですね、メンタル整っているわけではないです。やっぱりメンタル落ちるときも、やっぱりみんなあります。でですね、ここにですね、セミナーの資料にもありましたけども、まあ、一つご紹介すると、筋肉がストレスを食べてくれるっていう一文があるんですよ。で、これはですね、ストレスが溜まったときに、やっぱりこう閉じこもってしまうのが一番良くなくて、まあ一番簡単なのは歩くのがいいと思いますね。スタ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 、ダラダラじゃなくて、スタスタ歩って、もう汗かくぐらい、スタ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 歩ってみると、結構ね、すっきりします。で、一駅歩ってもどうですか ?10 分、15分ぐらい、20分ぐらいですか。そのくらいの時間を少しとって、まあ、いい音楽でも弾きながら、スタスタ歩ってみる。これだけでもね、ストレスはすごい発散できると思います。酒とか食い物とか甘いもんとか、そういったものに逃げたい気持ちも非常にわかるし、僕も実際逃げちゃうんですけど、でもやはり僕はスポーツが趣味なんで、スポーツをした時が一番ストレスは発散できると思いますね。なので少し筋肉を使ってもらうといいかなっていうふうに思うのと、それとですね、やりたいことが見つからないっていう人が非常に多い中で、美容師っていう素晴らしい仕事を選んだわけじゃないですか、皆さんは。だからですね、そこに誇りを持ってもらいたいんですね。実はですね、日野原さんっていうですね、まあ、最近お亡くなりになったお医者さんで、105歳の方だったんですけれども、まあ、地下鉄サリン事件の時にですね、かなり多くの方を病院に収容されたお医者さんであるんですけれども、まあ、非常に有名な方です。日野原さんです。
本もですね、何個か出てます。僕も実際に3冊ぐらい読んだんですけども、その方がですね、10歳の子たちに命のセミナーっていうのをですね、もう100歳を超えるまでやられていたんですけども、その中でですね、まあちっちゃい子によく言うと思うんですね、悪いことしたら地獄に行くよっていうことなんですね。で、じゃあ実際そうなのかっていうと、そうではなくて、その方によると実際死んだ時にですね、自分に使った時間と他人に使った時間を天秤にかけて、自分に使った時間が他人に使った時間よりも多い方は地獄に行くと、他人に使った時間が長い人ほど天国に行くというような授業をされてるらしいんです。よく考えてみてください。美容師って一生懸命仕事をすることが他人のためになるわけじゃないですか。こんなね、素晴らしい仕事僕はないと思うんですね。やればやるほど人に嫌われるような仕事もあるわけです。その中で素晴らしい仕事を自分の職としてですね、目指し、そして、極めようと皆さんしてるわけじゃないですか。やっぱりですね、週休2日ですね、そのまま全部休んで、家帰って何もしない人よりもですね、その中の1日でも数分でも数時間でも電車の中でもいろんなことを美容に対して考えていて、して自分が向上するためには何が必要なのかっていうことをですね、やはり考えてほしいんですね。特に20代30代で全部決まってしまうので、そこでどんだけ自分が美容に対して考えるか、それがお客様のため、人のためになるわけですね。今です。今そういったことをすごく考えている人、その人たちだけが50代60代に素晴らしい美容師人生が待ってると思うんで、そしてですね、人のことをいっぱい考えるわけだから、天国に行くわけだから、よくですね、今後のこと、これからどういうふうに自分がなりたいかっていう美容師像、なりたい美容師像をしっかり作って、そうなるためにはどうしたらいいのか、でそれがですね、人のためになって自分がいいところにですね、行けるんだっていうところをですね、もう一回考えて、仕事に取り組んでいただけたら絶対成功すると思います。なので、まあ、僕もそうですけど、頑張りましょう。みんなで頑張ろうとしか言えない。そしてそのためにお金と時間を使いましょう。そしたら絶対に未来が見えてくると思います。頑張ろうみんな、頑張ろうみんな。3、2、1、9。最後までご視聴ありがとうございました。動画良いと思ったら高評価のグッドマーク、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。お願いします。